エドワード・ペドロサはパナマ出身で主にドイツで起乗している機種である。日本語ではエドワード・ペドロサとも表記される。また、2011年のワールド・スーパーアジョッキーズシリーズで来日した際にの JRA のレーシングプログラムやホームページなどに書かれていた公式な名前の表記ではエドワード・ペドロサと濁っていたが、2014年の短期免許取得の際の表記では エドワード・ペドロサと濁らない表記に変更されている。子供の頃に、すでに騎手をしていた実刑を応援するのを目的で、ジップと競馬場に同行して応援したのが競馬との初の出会いであった。14歳で実刑から騎乗法などの騎乗技術を学んだ後、1991年に騎手デビューを果たした。パナマでは1994年までの実動3年間で99勝を。 あげた。その後、同年より、主戦国をヨーロッパのドイツに変えて、単身でドイツに渡り、ブレーメン競馬場を本拠地として活動する様になった。ドイツに渡ったのは、ジップの友人の勧めであった。21世紀に入り、2004年には、本拠地を、同国のグタースロー競馬場に移した。同年に、パオリニで、ドバイデューティーフリーを制覇した。 ただし一着同着での制覇である。現在は、同国の調教師、アンドレアス・ベーラー級者の主戦騎士として活躍している。G1 級のレースも数回勝利している。2011年には、第25回ワールドスーパージョッキーズシリーズで、日本でも起場した。日本には2014年に、短期免許を中央競馬で取得している。ありがとうございます。